皆さんが、ね、馴染みある曲を、ね、歌わせていただいて日本中を盛り上げていきたい、そういうコンセプトで
これからも活動してもらいます。やっぱり過去にさまざまな経験をしてきたメンバーだからこそ、本当に最後のチャンスだと思って、もうかっこつけてない今の僕たちの等身大を、どんどんね、皆さんを元気にするために僕たちのパフォーマンスに、どんどん力を込めてこれからも歌っていきたいと思います。そんな僕たち、秋元先生からいただいた、大切な曲があります。まさに本当に僕たちの今の気持ち、等身大の思いが込められている、その曲になっています。最後の曲になります。聴いてください。今さらカッコつけてらんねー。忘れかけたあの夢を思い出す。